で、まあ、前回やる気と元気っていうテーマでやった時もそうだったんですけど、僕もなんか僕自身もやる気とはこういうもんだ、元気っていうのはこういうもんだっていうのをこう明確に持ってたわけでもなくて、で今回も同じで、その作品とはこうで広告とはこうみたいな、明確な回答というかイメージみたいなのを僕が持ってるわけではなくって、ただ考える材料はいろいろあるので、それを皆さんに見ていただきながら、その後いろいろお話しできればなと思います。ですね、ここ 1,2 年ぐらい、その文化とか文化コンテンツ、文化的なコンテンツあるいは芸術をめぐって炎上ってことがすごいたくさん起こってますよね。まあ目立った例で言うと、去年の夏にあった愛知トリエンナーレで、表現の不自由展っていうものが、そこに展示されている作品に反感を持った人たちが主にまあ電話ですよね、その、事務方の人に対して電話でこう何人もがこう結託して電話をかけて、で攻撃的な内容が含まれてて、そんな攻撃的なことを言われちゃうと安全が確保できないから中止せざるを得ないっていうことが、8月、確か不確かな記憶で申し訳ないですけど、8月1日ぐらいに展示が始まって、8月3日ぐらいにはもう表現の不自由展の中止は決まってたと思います。それぐらいのスピードで事態が進んで、でその後もトリエンナーレの会期自体は11月ぐらいまであったんですけど、その2、3ヶ月間ずっといろんな事態がこう変わっていって、なんていうか目まぐるしくいろいろなものが動いていったなという感じでした。で、お配りしているハンドアウトにそれ以外の例も3つぐらい挙げてますが、まあ百田尚樹という、まあ、小説家と言っていいのか、放送作家からデビューして小説家になった人ですよね、が日本国記という、まあ、日本の歴史について書いた本なんだけど、これも多分に歴史修正主義的な内容が含まれているということで大炎上しました。で、もう一個、杉田水脈議員の、LGBT を差別するような文言が含まれた、まあ、論文と彼女が読んでたものが、身長45という雑誌に掲載されて、でその後この身長45というものは廃刊、休刊だったかな、廃刊だったかな、ちょっと忘れましたけど、少なくともそのメディア自体がもうやめるという形になってしまった。でなんでメディアがやめるって話になるのかっていうのも僕は今日考えたいなと思うんですけど、なんで、仮に杉田水脈の発言が問題があったのだとするならば、なんでその杉田水脈を何らかの形で、批判して反省してもらうなり、何らかの形で法的な裁きを受けてもらうっていう形じゃなくって、メディアが自粛というか、まあ、休刊に追い込まれてしまうのか、なんでそれを書いた当人じゃなくて、その手前にあるプラットフォームとかメディアに攻撃対象がすり替わってしまうのか。でそれは百田尚樹の時にも起こってたことで、その時に叩かれたのはもちろん百田尚樹も叩かれるんだけど、幻冬舎出版社ですね、出版社とか百田尚樹の本を置く書店なんてけしからんっていうことを言ってる人がたくさんいました。なんで何か問題のある発言をした人がいたとして、それを提供しているメディアとかプラットフォームっていうものに怒りの矛先が向いてしまうのか。でこの、こういう状況っていうのはすごい僕現代的というか、ここ、何年かでしか多分そこまで表立った形で現れてない状況だなと思います。でそういう問題を考える上で、作品と広告というタイトルで、今回やらせていただきたかったという形ですね。まあ、一般的に考えて作品があってそれをプロモーションするための広告があるはずですよね。広告があって作品があるんじゃなくて、作品があって広告があるという順番のはずだと僕は思うんですけど、最近のその文化芸術をめぐる炎上は、その作品と広告ってものがもはや区別できなくなってるってことに起因するところがあるんじゃないかっていうふうに思ってます。で炎上商法という言葉があるように、作品を燃やすこと、炎上させることはもはやプロモーションの一環として行われてさえいる、そういうことをやってる人も実際いると思います。でこういうことがあるってことは、逆に言うと、なんかちょっとセンセーショナルな作品に対してあれは炎上商法だからって言っちゃえば、その作品が実際どういうものであるかってことについてもう何も議論する必要がないんですよ。もうあれは炎上商法だから、なんか、センセーショナルな部分は作者が炎上を狙ってやってるだけだからっていうふうに、その作品に現れてもいない作家の意図っていうもの、作者の意図っていうものを、こっちから無前提に投げ込んで、でその
投げ込まれた前提をもとにあれは炎上商法だからっていうことでこうことをなんていうかな、もうそれ以上詳しく見ないで済む理由を自分で作っちゃうっていうことが行われてる。でこういうことがこういろんなところで起こってる。でしかもこれは僕が強調して言いたいのは、決してその保守的と言われてる人たちがリベラルの側を一方的に攻撃してるわけじゃないってことなんですよ。リベラルと呼ばれてる人たちも百田尚樹の、作品仮に問題があるんだとしたら、ちゃんと読んで百田尚樹に届くような批判を書けばいいだけのはずなんですよ。でもなぜか結託して、いや紀伊国屋書店なんかけしからんみたいなことを言い始めちゃうと。でそれやってることっていうのは保守と呼ばれてる人、リベラルと呼ばれてる人あんま変わんないと僕は思うんですよね。でそのどっちも同じようなことをやってるんだとしたら、なんか共通の問題の根っこみたいなのがあるはずで、それを考えるために今回作品と広告っていうテーマでやってみようと思いました。でだから、一言で言うと、広告的じゃないレベルで作品というものにちゃんと出会うっていうことができるとするなら、それはどういうことなのかってことを考えたい。で出会うっていうのはまさにその先週やった、レクチャーのテーマでもあったわけですが、今までは映画館の中に2時間座ってれば作品とされているものが見えるとか、美術館の中に行けば作品っぽいものが置いてあるとか、そういうことだったと思うんですけど、もはやそういうなんていうかな、作品のための隔離された閉じた文化的な、純粋に文化的な空間、経済的な価値からは、まあ、差し当たり、切り離された文化的な空間みたいなものが成立しなくなっちゃってるんじゃないかっていうことを考えたいっていう話ですね。でこういう問題を考える上で、今回手がかりにしたいのが、ここ100年ぐらいの現代美術と呼ばれているものの流れです。っていうのは、なんで現代美術かっていうと、現代美術っていうものがとりわけ、なんで作品が作品と呼ばれるのか、なんでこれが作品と呼んでおくて、これは作品と呼んではいけないのかっていうことを、まあ、この100年ぐらいずっと一生懸命考えてきた分野なので、今回美術っていう領域を扱おうと思います。現代美術の祖と呼ばれるマルセル・デュシャンの最も有名な作品の一つです。泉は、デュシャンが購入した、男性用小便器を横倒しにして、リチャード・マット R ・マットですね、1917とも書いてあるなと署名したもの、彼はこれを第1回アメリカ独立美術家協会展、この展覧会は所定の料金を払いさえすれば誰でも展示できる展示、いわゆるアンデパンダンテン、インディペンデントの展示ですね。でそこにリチャード・マットという偽名を使って送っているが、不道徳であること、既製品をそのまま使っているに過ぎないということから出展を拒否される。デュシャンは、それが自分の作品であることは明言せずに展示拒否を批判する文章を公開した。まあ一点面白いのは、展示拒否されることで伝説となっているってことなんですよ。っていうのは、展示拒否されることによって何が明らかになったかってことが大事で、美術っていうのは、不道徳なものとか、既製品に過ぎないものっていうのは展示しちゃいけない場所なんだっていう話なんですね。まあそれはそうだろうって言ったらまあそうかもしれないんですけど、とはいえそこには何らかのそのルールとか権威とか、しきたりみたいなもの、慣習みたいなものっていうのがあるわけですよね。でそれを暴くための装置として、このリチャード・マット、マルセル・デュシャンの泉っていう作品は送りつけられたわけです。だから展示拒否されることを狙った作品だとも言えると思います。でその展示拒否されることを狙うことによって、その美術っていうシステムがどういう排他的な領域であるか、どういう選別を行っているかっていうのを明らかにする。でデュシャンが言うには、そのなんで、みんなが毎日目にしているようなものが展覧会っていう場所に置かれた途端不道徳なものになるのかってことは分からないっていうふうに言ってますね。美術っていうのはそういうなんかかなり偏狭な選別のシステムを持ってるっていうことを明らかにした。でもう一つ面白いのが、その美術っていう制度を批判することが美術の作品になるっていうことを、まあ、ある意味では最初にやった人ってことですね。その美術っていうシステムがどういう制度によって成り立ってるかっていうことを作品によって明らかにする。で、その作品によって明らかにしたものがまた美術の作品になるわけですよね。だからその美術、ここ100年間の美術っていうのは作品っていうものの定義がどんどん拡散していった歴史とも言えるし、どんどん変わっていった歴史とも言えるわけです。
でその果てに愛知取り合いになるみたいな問題があると僕は思っているんですけど、まあ、イメージを先に見た方が飲み込みやすいと思うんで、マルセル・ブロータースという作家の作品を見たいんですが、マルセル・ブロータース近代美術館わしのぶっていう名前の作品で、ブロータースは自宅を用いて架空の展覧会を行った。しかしここで架空のとは何を意味するのでしょうかってことが一つと、そこで展示されていたのはわしのモチーフをあしらった絵画や書物などが集められ展示されている。そのそれぞれにはキャプションとしてこれは芸術作品ではないと書かれている。しかしこの展示自体は作品です。何が問われているんでしょうか。でこれによって何が問われているかってことなんですけど、まあ、キュレーションとは何かっていう話だと思うんですよね。キュレーションっていうのは、まあ、展覧会を組織したり、展覧会のために作品を選んだり、あるいは展覧会どういう、コンセプトを立てて、どういうプロモーションをして、どういう仕組みで、展示を行うかってことを考えるのがキュレーションで、それをやる人がキュレーター で学芸員っていうのはキュレーターっていう英語を日本語に訳すと学芸員になるので、まあ、博物館とか美術館で働いている方は基本的には学芸員、キュレーターですよね。でキュレーターっていうものの権限がものすごく大きくなってきたわけですよね、現代美術っていうその20世紀の美術の流れの中で。それは、なんていうかな、さっき言ったような選別のシステム、何を作品として何を作品としないかっていうのをある意味では決めるのはキュレーターなんですね。っていうのはキュレーターが何を展示するか決めるわけだから、キュレーターが、まあ、作家よりある意味では、上の立場に立っていて、お前のこれは作品だけどお前のこれは作品じゃないって言える立場なわけですよね、キュレーターの人たちっていうのは。でそれに対するある種の皮肉として捉えることがとりあえずできると思います。でブロータースは、選んでるわけですよね、わしのモチーフとかっていうのを。でそれを並べてるわけです。でキュレーションしてるわけですね。でもそのキュレーションはどう見ても、まあ、意味がないって言ったらあれですけど、なんていうかな、どういう理念があってそれを行ってるのかっていうのがわからない。でこの問題を考える上ですごい手助けになるのが、あそこにある表彰っていう学会誌があるんですけど、まあ、雑誌があるんですけど、あれに載ってる、ボリス・グロイスっていう美術評価が書いたインスタレーションの政治学っていう本があるんですね。でそこでグロイスが何を言ってるかっていうと、アーティストとキュレーターの違いっていうのは結局何なのかっていうふうに言ってるんですね。っていうのは、キュレーターは作品を選ぶわけですよね。で、20世紀の芸術家っていうのはある意味では選ぶことで作品を作ってきたんですよ。っていうのはデュシャンを見れば分かるように、デュシャンは便器を選んだだけなんですね。デュシャンはレディメイドっていうその常に作られたものを作品にするってことを初めてやった人なんですけど、本当にありきたりな工業製品をどっかで見つけて持ってきてそれを展示するってことをやった人 でそれまさにキュレーションって言っても差し支えないように見えるわけですよ。ただ選んでる、そのアーティストが持ってる、選ぶっていう、まあ、ある種の権力ですよね。権力、アーティストが選ぶことができるっていう権力、選んでいいとされてる。でそれとキュレーターが何が作品か選ぶことができるというのは何が違うんだろうっていうことをグロイスは考えるわけです。でグロイスの答えは結構シンプルで分かりやすくて、どういうことかっていうと、キュレーターはそれを選んだ以上はそれを選んだ理由を公衆の面前、民衆に向けて説明する責任があるっていうふうに言うんですよ。グロイスが整理するには、キュレーターっていうのはあくまでパブリックな、権力を持った人だから、まあ権力の使い方にもいい悪いがあって注意して使ってくださいって話なんですけど、でそれに対してアーティストっていうのはどこまで行ってもプライベートな空間の中で権力を持つ人で、まあ、まさにブロータースが自宅で展覧会を行ったように、アーティストが持つ権力っていうのはかなり限られた領域の中で、まあ、ただしほとんど絶対的な自由を得るわけですよね。誰からなんでわしなんかのモチーフを集めてるのか分かんないって言われても別に説明しなくていいんですよ。それが、面白ければいいというか、なんていうか、ちゃんとある程度そのインパクトを与えるものであれば別にそこにちゃんとした理由がなくたっていいわけですよね。ただその理由のなさみたいなものはキュレーターには許されないけどアーティストには許される。
っていうふうにグロイスが言ってます。すいません、今日ここには棚にはないんですけど、物語の構造分析っていう本があって、この中にこれ論文集なんですけど、作者の死っていう論文が入ってるんですね。あ、この紹介文の中にも書いてありますね。作者っていうものが死んだ。作者っていうのは英語で言うとオーサーですね。で、オーサーっていう言葉と権威を意味するオーソリティって言葉は同根ですね。オーサーのオーソリティってものが亡くなった、死んじゃったんだってことをロラン・バルトは書いてます。まあ、バルトは文芸批評家なので主に小説について論じるんですが、これ全然美術とかにも当てはまると思います。作品の意味っていうものを誰が決めるのかって話なんですね。で、それは伝統的には作者が決めるとされてきたわけです。で、作者の意図ですね、こういうつもりで私は書いたっていう意図が作品の意味を決定すると。ただバルトが言うには、その作品の意味を決定するのは作者じゃなくって受け手の方なんだってことを言うわけですね。で、それによって何を言おうとしてるかっていうと、作者が実際どういう人物であったかっていうのは作品に全く関係がないっていうふうに言ってるんですね。例えばゴッホが実際どういう人柄であったかっていうことと、ゴッホの作品がどういう意味を持ってるかっていうことは全く関係ないってことをバルトは言ったわけですね。っていうのは、作品のいくら見てもそこにゴッホの人格が浮かび上がってこないからですね。物理的な痕跡としてはゴッホっていう人が描いたタッチとか、まあ、色使いとか構図とかそういうものは描かれてるけど、そこから先のなんか人格とか抽象的な意味でのキャラクターみたいなものっていうのは作品の中には含まれてないと。むしろその作品の意味を決定するのは見る方の権利というか能力なのであって、その作品の意味っていうのは作者があらかじめ、あらかじめそこに込められるものではなくって、それが受け取られた時に初めてその意味っていうものが浮かび上がるものなんだってことを言うわけですね。一言で言えば解釈の多様性みたいなものを理論的に保証しようとしたわけです。っていうのは、作者しか意味が決められないんだったら解釈っていうのは常に1個しかないんですよ。必ず正しい解釈が1個あるって話にしかならないわけですよね。それとそのフロムワークというフレーム、作品から枠組みへっていうこと の, もう一つの、理論的な補助線みたいなものがあって、それはジャック・デリダっていうフランスの哲学者が書いた絵画の真理っていう本があるんですけど、その中でデリダっていう人がパレルゴンっていうなんかよくわかんない概念みたいなのを作ってるんですね。パレルゴンっていうのは、パラっていう言葉とエルゴンっていう言葉をくっつけたもので、パラっていうのは古代のギリシャ語で何かの脇にとか何かの横にあるとかっていう、何かと並行してあるってことですね。エルゴンっていうのはワーク、作品です。だから作品の脇にあるものっていう意味でパレルゴンっていう言葉を作ったんですね。で、これどういう意味かっていうと、まさにさっきまで僕が言ったようなことを示す概念で、それが作品であるかどうかっていうのは額縁がついてるかどうかだけで決まるっていうことを言ってるんですね。それが絵画であると見なされるかどうかっていうのは、それを絵画であらしめるような場があって初めてそれは絵画として認められるっていうふうに言うんですよ。まあ、額縁だけじゃなくてもっと広く美術館とか、まあ、教育制度とかいろいろ考えてもいいと思う。で、本についてもそれがちゃんとした作品であるっていうのは、その本文にあるっていうよりもそれがちゃんと想定されてて、で、奥付けに出版社の名前とか発行人の名前があって、作品のなんていうかな、本中身じゃない部分っていうのがあって初めて作品は作品足りうるんだって話をしてるんですね。で、その作品が純粋にそのなんていうかな、入れ物なしにポンと自分のとこにやってくることなんてありえない。だからパレルゴンっていうものが実はエルゴン、作品っていうもののあり方を決定してるんだ。で、現代美術っていうのはその枠組みを問う方へ問う方へどんどん拡張していったわけです。で、その枠組みを問う方へ問う方へ拡張していった結果どうなったかっていうと、ランドアートとかアースワークって呼ばれるんですけど、めちゃめちゃ広い荒野があって、そこに飛来神を何本も立てて雷がバーンと落ちてきて、これが作品だって言っちゃう人が出てくるとか、海の海岸にめちゃめちゃもう何百メートル単位の渦巻きをこうやって岩を積んで作って、それが作品だって言っちゃうとか、
だから美術館っていうものからどんどんあの美術っていうものがはみ出していったわけですね、外に、外の世界に。でそれがどんどん拡張していって、で今度もうここ20年ぐらいになると、みんなで一緒にカレーを食べるのが作品だみたいな、そこまでいっちゃってるんですね。あのティラバーニャっていう作品、作家が作ってる作品なんですけど、でいわゆる現代美術が分かりにくいよねっていうのはこういうところから来ると思うんですよね。なんでみんなで一緒にカレー食ってるだけで作品なんだみたいな、それよく分かんないですよね。確かに、ただ ある程度、まあ別にティラバーニャがカレー食わしてるだけだとは言わないけど、そのなんでそういうふうになったかっていうのをある程度抑えると、それが作品として受容されて、しかもそれが美術に対してどういう批判的な機能を持ってるかってことをある程度は考えることができるんじゃないかっていうふうに思います。ランドアートからリレーショナルアートへ、でリレーショナルアートの、まあ、行く末に日本でたくさん行われている地方芸術祭っていうのがあるわけですね。アイシトリエンナーレとか瀬戸内国際芸術祭とか、越後妻有トリエンナーレとか第一の芸術祭、同じかな、その2つは。で そういう流れの末に愛知トリエンナーレがあって、でその流れの末裔にあった愛知トリエンナーレでああいうことが起きたわけですね。で今日の話を聞くと、なんでああいうことが起きたのかっていうのがこうある程度こう立体的に考えることができると思います。リチャード・ハミルトンという、まあ、ポップアート、アンディ・ウォーホルが一番有名ですよね。コーラの瓶を並べただけの作品とか、あとキャンベルのスープ缶をただリトグラフで吸っただけのやつとか、まあ、ウォーホルと同時代で、ウォーホルと同じように、まあ、ポップアートに分類される作家なんですけど、タイトルが一体何が今日の家庭をこれほどに魅力あるものにしているのか。でこれまあ証拠があるわけじゃないけど、おそらく何かの広告から引っ張ってきた文句ですよね。宣伝文句だと思います。ハミルトンは自分の作品を標的なイメージ、タビュラーイメージと呼びます。英語でテーブルは、まあ、テーブル、表などを指しますが、これはフランス語で絵画を指すタブローと同じ語、同根の語ですね。彼の作品は広告のイメージを選ぶ、まあ、まさにキュレーションするわけですね。キュレーションすることで、成立している。そこで表になっているのは何だろうか。この作品を見て、パッと見て、まあおそらく何かの広告からいろいろ引っ張ってきてるんだろうなって感じですよね。左側の掃除機は文字が書いてあって「Ordinary Cleaners Reach Only This Far」って書いてありますけど、普通だったらこの階段の中間ぐらいまでしか届かないけど、この掃除機だったら一番上まで届くぞっていう、まあ、今から見ればだいぶね、牧歌的な広告で、なんかもはや心が和むぐらいではあるんですけど、あるいはそのティピカルな男性性と女性性ですよね。マッチョな男の人と胸を出している女の人が座ってて、で奥の方にもロマンスって書いてある広告があるし、そういうなんかティピカルな恋愛像、あるいは男性性女性性っていうものを、人の欲望をドライブさせる記号的な、記号としてのトリガーにしてたわけですね。でそれをある種こうそういうものに対して距離を取って、批判的な眼差しを向けよう、我々の生活って実はこういう感じじゃないですかって言ってるわけですよね。でこういうポップアートっていうものがあったと。でもう次に行きますが、5番のゲリラガールズ、これ89年の作品なんですが、女性がメトロポリタン美術館に入るには裸にならなければならないのかっていうことが、まあこの英語で書いてあるわけですね。でその下に書いてあるなんか 5% とか 85% とか書いてあるのは、女性のモダンアートのアーティストは 5% 以下だ。しかし、85% の、裸体を描いてある像、まあ、絵とか彫刻とかっていうのは女性のものだ。ゲリラガールズっていうのはどういう人たちかっていうと、80年代後半にニューヨークで活動を開始したフェミニズムのアーティスト・アクティビスト集団で、彼女、かっこはてなたちは、まあ、マスクをかぶってるので、まあ、女性かどうか本当は分かんないということですね。マスクを常にかぶってて、匿名で活動を行っている、名前を出してないんですね。で主に作品の内容というのは美術業界内の男性中心主義に批判を向けたものであり、手法として特徴的なのは街中のビルボードなどに自身の作品ポスターを展示掲示していること。作品とマニフェストはどこまで区別できるのかというふうに書きましたが、そのこれを美術館に例えば絵として展示するんじゃなくって、本当に街中にいろんな看板ってありますけど、ああいうところにバッと貼っちゃうわけですね。
でそれが作品だって言っちゃうわけです。ある意味ではその枠組みを取り直すってことに向かっていった作品の、まあ、極点に位置すると言えると思うんですけど、もうほとんど広告と区別がつかなくなってきちゃってるわけですよね。作品なのか広告なのか、マニフェストなのか作品なのか、展示されてるのか掲示されてるのかみたいな、ポスターなのか絵画なのかとか、いろんな区別がつかなくなってる。愛知トリエンナーレって表現の不自由展で燃える前は何で盛り上がってたかっていうと、男女の作家数が半々だってことで盛り上がってたんですね。で実際それ素晴らしいことだと僕も思います。ただすごいなんか複雑だなと思うのは、さっき言ったようにブロータースから愛取りに行っちゃう流れっていうのがあるわけですよ。あのキュレーションを展示するっていうことですよね。キュレーションを作品として展示するっていうマルセル・ブロータースがやったことがアイトルに流れ着くっていう流れが一つあるのと、ゲリラガールズのマニフェスト的な美術のやり方っていうものが運営の方に、運営手法の方に流れ着くってことが起こってて、これなんか素朴に考えるとこの2つって絶対両立しないだろうって思うんだけど、なんか両立しちゃってるんですよね。キュレーションを作品だということと、作品としてやられてた広告的な手法っていうのを運営側が用いるっていうことは、なんかそれ同時に起こるってどういうことなんだって、なんか頭がこうこんがらがってわけわかんなくなっちゃうんですけど、そういうものすごく複雑なにねじれた状況みたいなのが愛知トリエンナーレっていうものには、まあ、ある意味ではもう初めからそういうものとしても組み込まれてしまってて、まあ、だから炎上したのが必然だとは必ずしも言えないと思うけど、とはいえあの展示が単にたまたま目をつけられて右翼の怖い人たちに黙らされたんだっていうのは、僕はだいぶ、かなり視野の狭い見方だと思ってて、ここ50年ぐらいのそういう歴史を紐解いていくと、いろんな現代美術がこう枠組みを拡張していく上で抱えていった矛盾みたいなものが凝縮されてたのがあの展覧会なんじゃないかなと思います。で最後に改めてじゃあ作品に作品として出会うっていうのはどうやったらいいんだみたいなことを考えたいんですけど、説明文から見ましょうか。リヒテンシュタインは、漫画のドットや掛け紙などのトーンを誇張的に再現した絵画で有名だが、それは単にポップだけではなく親しみやすいだけではなくって、イメージと私たちの関係を問い直す反省性が宿っているんじゃないか。例えばこの自画像という作品では抜け殻の T シャツが描かれている。なんか何も着てない、着ている人が描かれてない。で鏡に描かれ頭があるはずの場所に何にも映ってない鏡らしきものがある。これ何なんでしょうか。結局何なのかっていうのは最後までわからないんですけど、鏡に映らない、まあ、鏡だとしてですね、鏡に映らないのは作者なのか鑑賞者なのか、それともどちらもなのか。まあ自画像って言ってるし、これが鏡であるとするんなら、そこにリヒテンシュタインの顔が映ってないとおかしいしっていうことなんですよね。なんでどう見ても鏡っぽいものに見えるものがここにあるのに、そこに何も書かれてないのか。まあ、改めてじゃあ広告とちゃんとこう区別される限りの作品って何なのかって話なんですけど、まあそういう問いに多分直接答えることはできないと思います。というのはこれまで説明してきたように、それは単に変わっていくからですね、何が作品かっていうのは。である意味では変わるっていうことを原動力に美術っていうのはこの100年間どんどんやってきたわけですね。とはいえですね、あるまあイメージとか出来事とかが作者の意図、作家の権威とか意図とか、あるいは作品を取り囲む枠組みに還元されないような状況があるとしたなら、それを作品として考えることができるんじゃないか。めちゃめちゃ素朴に考えれば分かりやすいことで、本を読んでて楽しい時とか、音楽を聴いて楽しい時とか、映画を見て楽しい時とかって、別に作家の意図が分かったから楽しいわけじゃないわけですよね。単にその作品を見てて楽しいから楽しいんですよ。だからその楽しいから楽しいっていう、まあすごいトートロジー、道後反復ですけど、なんかそういう
これは誰々がどういう意図で作ってるとか、誰々の権威が宿ってるからこの作品は素晴らしいとされてるとか、こういう美術史的な背景があって、こういう美術っていう制度の中においてこの作品は素晴らしいとかですね、そういうそこにないものをそこにあるものを見るために使うのをやめるってことですね。じゃあなんかみんな子供のような気持ちになって全てを純粋なまなざしで見つめましょうなんて言ってもできないわけですよね、当然ですけど。で、それやろうと思ってできることじゃないっていうのが大事で、そのっていうのはやろうと思ってるってことはその意図ですよね、私の意図ですよね。それは作者の意図の代わりに私の意図が入ってるだけなんですよ。作者の意図っていうものを、作品から取り除けるんだったら、私の意図っていうものを別にそこに持っていく必要はないはずで、なんか意図と意図のやり取りっていうレベルで考えてる限りでは、その広告的なものっていうのは僕脱することができないと思うんですよね。っていうのは、人がどういう意図を持ってるかっていうのは必ず何らかのリスク計算とか利益計算とかがなされているものなので、そこには自分があらかじめ求めているものしか見えないってことが起きちゃうわけですね。で、だからこそ、その、今日冒頭に言ったように作品の内実ってものを見ずに済んじゃうわけですよ。アレンジ商法だからって言っちゃえばもうす何にも見なくていいわけですよ。で、その例えば見るっていうこと自体がどういうことなのかっていうのを考えたときに、僕面白いなと思うのが、タコとかシマウマとかのカモフラージュがすごい面白いなと思うんですよね。で、あれ何が起こってるかっていうと、自分が見たものに似てるんですよね。タコは岩を見るとその岩に似るんですよ。だから岩に隠れられるわけですよね。シマウマはまあタコみたいに瞬時に変わるわけじゃないけど、これぐらいの高さの草原の中をずっと歩いてて、でそれを見てるからそれに似てきちゃうわけですよね。で、まあ、蛾とか蝶とかもある意味そうで、自分がそこにくっついているものに似るわけですよね。でそれって別になんていうか、まあ、人間は体ごと変化するわけじゃないけど、何かを知覚する、何かを聞いたり見たりするっていうのは僕部分的にそういうものを含んでると思ってて、何かと本当に出会うっていうのは自分が変わっちゃうってことなので、その何かが作品としてそこで見られるってことと自分が変わること、まあ、もっと言えば消えちゃうことですね、隠れちゃうこと、人から見られなくなっちゃうこと、まさに、まあ、タコが岩を見て岩に寝るようにですね、ある意味では僕このリキテンスタインの自画像っていう作品は、まあ、そういう状況を、まあ、メタフォリカルに示したものだと言えないこともないだろうなと思ってて、っていうのはこれは鏡なわけですよね、要するに。で何も映ってない鏡なわけですよ。で何も映らない鏡を見て何も映らない鏡になっちゃうわけですね、自分が。これがある意味ではイメージっていうものを、出会われる対象として目の前にした時に人間に起こることだと僕は思っていて、何か自分がびっくりするとか驚くとか、あるいは、まあ泣くでも笑うでも何らかのこう変化、感情っていうのを喚起されるわけですよね。でその時ある意味では、タコが岩になるようにそのイメージになっちゃってるわけです。でなっちゃうってことは、他の人から知覚されなくなるわけですね。でこれ他の人から知覚されなくなるっていうのはどういうことかっていうと、さっき言ったような、あなたと私とか、我々と彼らとかっていう、まあ、敵味方のロジックですよね。そういうロジックみたいなものに回収されない部分を作ることができるんじゃないかっていうふうに思ってます。広告っていうものはある意味で魚釣りに使うルアーみたいなものだと思ってて、疑似餌ですよね。魚に似てるけど魚じゃない。でそれによって何か自分が釣りたものを釣るわけです。まあ、釣り広告ってよく言うけど、まあ、まさに釣られるわけですね。フィッシングって言いますけどね、スパム広告のこととかフィッシングされるわけです、釣られるわけです、広告に。でそれに対して作品っていうのはルアーじゃないとしたら何なんだろうと思ったら、デコイ、おとりだと思ってて僕は。デコイっていうのは私が消えるための装置なんですね。私が私じゃないものになるとか、私が人から見えなくなるとか、私が私あなたとか我々彼らの関係から逃れるための道具なんですね。でそういうものとして、芸術作品っていうものを考えたらいいんじゃないかっていうふうに考えてて、今回最後に喋ったことと先週最後に喋ったことっていうのは明確につながりがあって、先週最後はその知覚不可能になることみたいな話をしたんですけど、知覚されなくなることですね。
そういうものについて、ずっと考えてて、だから前回はそれについて哲学、ドゥルーズの哲学を読むっていうアプローチからそういうふうに考えたけど、今回は、まあ、現代美術を中心として現在の文化がどういう状況に置かれてるかっていうことから考えてみたっていう形ですね。はい、僕からのレクチャーは以上です。言われればわかるけど、それを言葉にですね、その辺りちょっともやっとしたから、その辺を融合した学問ってまだないかもしれないな。すごいところがあります。何も持たない感じだった。いいのがちょっとよくわからないですけど、右も話を持ってくる密になってわかってくる文脈がわかったから、人を理解できること自体が欲しいみたいな、そういうことをこの美術作品に関わらず起きていることというのは、まあ、作品という、私製造メーカーで勤める美術者なんですけど、うん、なんかそのプロダクションとか、うん、そういったものがあること、まあ、音楽であるとか、うん、全てに共通することなのかな。で、今も昔もそう、あの本質的には変わらず起きているのかな、うん、昔もきっと炎上ってあったんだろうなみたいな、そんな話がありました。うんうんうん、そうですね、うん、ただまあ、どうですか皆さん、今起こってるいわゆる炎上と呼ばれているようなネット SNS を介して起こっていることと、あるいは、まあ、例えばですけど、あの歴史上に発禁処分になった本なんてもういくらでもある、無数に数えきれないぐらいあるわけですよね、うん、燃やされた本とか、うん、ただそれは基本的には国家権力とかその政治的な権力が抑圧を加えることによって表現の領域から排除してきたってことはあるかもしれないけど、どうですかね皆さん。ある作品に対してものすごく議論が巻き上がるようなことは昔もあったと思います。あったはず、私の記憶でも、はい、ただそれは多分頻度とかが全然違っていて、うん、やっぱりネット社会になってから、うん、劇的に変わったというような印象はあります。そうですね、まあ、頻度ももちろんそうですし、例えば今日例に挙げたデュシャンの泉が展示拒否を食らったとかで、それスキャンダラスな作品になったとかって言いましたけど、それでそれがスキャンダルだって思ってたのは当時の相当なんていうかお金持ちとか階級が上の人たちだけですよ。基本的に普通の、 あの一般の市民と呼ばれているような人たちは別にデュシャンの名前なんてそもそも知らないだろうし、そもそもあの100年ぐらい前にはその美術っていう領域が割と限られた人たちに向けて行われていることだったと思うので、今みたいにあの誰でもがアクセスできる SNS にあの収入とか階級とか、まあ、階級はそもそも日本にはないですけど、あのそういうもの関係なく、みんなが同じように同じ作品を叩いて、しかもそれが、例えばデュシャンの作品をあの展示拒否にできるっていうのはそれを言った人がそれこそ権威があるから偉いからですよ。でも今 SNS で起こっている状況っていうのは炎上っていうのは別に偉い人が言ったからあの展示取りやめとか、偉い人が言ったからこの、 あの雑誌は休刊とかそういう話じゃないんですよね。単に量として多い、量として多いし、あのそういうことを言われちゃうとどうあのセキュリティを確保したらいいのかもはや分かんなくなっちゃうってこと。今回特に相取りなんかものすごくタイミングが悪くて、あのすごくなんていうかな、あの不愉快なことがありましたけど、あの京都アニメーションが、放火されたっていうのがちょうど多分1週間とか2週間前ぐらいで、あの相取りエンナーレが始まる。でその脅迫電話の中にガソリンを持っていくとかっていうことをあの示唆してる人もいたんですよね。それはもうなんかあの悪い冗談じゃ決して済まされないですよ。そんなこと言われたらできるわけないじゃないですか。だから、でしかもそこにはやっぱりあの権威とかっていうのは全く必要ないわけですよね。誰が言っても同じ効果を発揮する言葉なわけですよね。それはなんかそういう状況を見ると、なんか最近起こっている炎上って呼ばれているものと今まで起こってた、ある作品が何らかの仕方で排除されたりとかスキャンダラスなものになったりとかっていうのとはちょっと違うところはあるなと思いますね。SNS とかそういうようなその名前も
が乗らない、うん、相手の顔もあの相手の顔知らないというか、うん、対話がない中で何かものを言うので、うん、極端さが、まあ、私はああいうの見たことないけど、うん、極端さがこう出てきちゃうんじゃないかなと思うんですね。ああ、そうですね。人間対人間がやっぱり面と向かって何か話をしてれば、うん、そのちょっと自分の考えとは違ったところはあるけども、うんうん、最後はちょっとあの部分だけ 10% なら 10% 程度はちょっと同じ面があったかなとか、うん、あのそういうようなものがどっかに何か残ったような気がするんですけども、うん、今の状態っていうのはそういうようなあの、まあ、無責任って言ったらいいんだか、うん、なんだかそういう中で起きてることなのかななんてちょっと思いました。そうですね。どうしたらいいんでしょうね。SNS やめっていうのはねなかなか難しいと思いますから、炎上に積極的に参加する層ってSNS をやってるうちの 0.5% ぐらいだって言われてるんですね。 1% 以下なんですよ。あの100人いたらもう200人って1人か、200人いたら1人ぐらいの割合で、炎上に積極的に参加する。でその炎上に積極的に参加する層はいろんなものに参加してるんですよ。表現の不自由点で参加したり、まあ、なんか他の、まあ、全裸監督とか何でもいいですけど、あのいろんなものに特定 の, あの層の人たちが関わってるんですね。でもそれを見る人がたくさんいるわけですよ。あ、燃えてるなと思って外から見るわけですね。で燃えてるなって見る人の方が圧倒的に見るだけの人が多いんだけど、その人た見てるだけの人たちに広まる効果、社会的な効果っていうのがかなり大きいわけですね。例えばなんかツイッターとかで、まあ、リツイートっていう機能、あのそのつぶやきを拡散する機能があるんですけど、1万人の人がそれをリツイートしてるとかって見ると、あ、すごいたくさんの人がこの意見に賛同してるんだとかって思っちゃうわけですね。そこにもう数で現れてるから、うん、それはなんかあの話し合えば分かるとか、この人をこういうふうに説得すれば心を変えてくれるんじゃないかとか、もはやそういうなんかレベルの話ではなくなってて、単に数に圧倒される。でも数に圧倒されるんだけど、実際積極的に参加してるのは 0.5% っていう、このギャップがすごくて、だからSNS ができてしまった以上、やっぱりみんなでこう膝と膝を突き合わせて対話をするのが大事だっていうのはもちろん大事なんですけど、とはいえインターネットっていう空間でそれがあのうまくいくかっていったら多分なかなか難しくて、そうじゃなくてあの今言ったようななんかその数のギャップ、あの炎上に参加してる人って実はめちゃめちゃ少ないっていうことがちゃんとこうプラットフォームの側で可視化できるような仕組みとかがあれば、まあなんか1万とかリツイート言ってるけど、まあでもそんな大したことないよねみたいな。で、それである程度距離を取って、で、初めて内容を読むことができるわけですね。そうなって初めて。最初に数で圧倒されちゃうから、あ、1万とか2万とか、あ、なんかすごいシェアされてるし、これは本当なんだみたいなふうになっちゃうけど、そういうなんか、数の力みたいなものをなんかいなせるようなね、仕組みみたいなものがあれば、いいなと思いますけどね。よく映画とか漫画とかだとそのなんか表現がレイヤー構造になってるんで、うん、本当に社会的にすごく叩かれそうなやばいけど作者が言いたいことは結構こう、うん、なんでしょう、コードのように忍ばせてあって見る人が見ないと気づけないみたいな、うん、なんかそういうものが多いなと思っていて、結構美術の人は逆にそこのやばいところを取り澄ましてやってる場合が多いな、うんね、ただなんかそのでもある種ルールの中で、うん、これはそのなんか社会的な意義を取るっていうよりはもっとこう文脈で見てくれみたいな、守られたルールが共有されてる世界でしか発表してこなかったからなんか逆に問われたのかなみたいなことも思ったりしまして、今トータルしました。うんうんうん、私はあの小学校、中学校、高校まで全然 美術とか図工とか鑑賞教育といったものを受けたことが全く起きたかもしれないんですけど、全然記憶がなくて高校ぐらいまでは本当に他人の描いた絵を見て何が楽しいんだろうってずっと思って絵は自分で描くからとか作品は自分で作るから楽しいんだとずっと思ってたんですけど、でもなんか大学に入ってから初めて美術史っていう学問に出会って、もちろん自分何もあの前提もなく自分の感覚で作品に出会う
っていう見方ももちろんあるとは思うんですけれど、うん、やっぱりその作品を通して作家と出会う、うん、その作品が作られた背景を知る、うん、そういったことがとても面白いと思うので、うん、やっぱりそれをなくすという、うん、ロランバルトですか、はい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 、そういった考え方が、うん、多分あるかもしれないけど、やっぱりそれだけだと寂しいって思ってしまうんですよね、うん、作品を見るときに、まあ、さっきおっしゃられたように、その作品の背景にあるような文脈とか知識とかっていうものを理解することで、その作品のこともよりよく理解できるっていうのは当然あるし、まあ、僕が普段書いてるようなものも、まあ、ある意味ではそういうわけですよね。本当に作品だけを取り上げて、作品の描写だけやって、作品以外のことは一切触れないなんてことはしないわけですよ。僕が重要だなと思うのは、作品だけを自分の感性を頼りにして見るかとか、知識を使ってその作品を見とくのがいいかとか、どっちがいいかとかっていう話ではなくって、見ることによって自分が変わるってことが一番大事だと思うんですよね。でそれはまあ知識を得て変わるってこともあるかもしれないし、その、まあ、さっき視覚的な快楽っておっしゃいましたけど、視覚的な衝撃によってなんか自分が今までとは違ったものになってしまうってことも全然あり得るわけですよね。だからどっちがどうこうっていうよりかは、むしろその自分が変わるってことの方が大事で、ただ変わるためにはあらかじめ自分が兜を脱いでないといけないですよねっていう話なんですよ。自分が知識を持ってて、例えば、セザンヌの絵っていうのはこういう風な描かれ方をしてて、こういうタッチの特徴があって、こういう色彩の使い方をしててっていうことだけを頭に入れてセザンヌの絵を見ても、何にも新しいことは分かんないですよ。あ、思ったような色使いで、思ったようなタッチで、思ったような構図で描かれてるな、やっぱ自分の考え知ってることは正しい、じゃあ帰ろうってなるわけですよ。なんか自分の正しさを証明しに作品を見に行ってるっていう感じになってるじゃないですか。多分おっしゃられたことは全然それとは違ってて、もちろん知識、背景知識とか勉強するんだけど、なんかそれ今まで得てきた知識に収まらないようなものが作品にはちゃんとあって、で知識があるからそのことが分かって、でそれによってまた新しい変化みたいなものが自分に返ってくるって話だと思うんですよね。なんか話の補助線になればと思って、今日触れなかった話一点触れますけど、アラン・バディウっていう今も生きてる哲学者の人がいて、もうだいぶおじいちゃんだと思うけど、芸術は歴史的に3つの機能を持ってきたっていうふうに言ってるんですね。3つしかないっていうふうに言ってて、でとっても分かりやすくて、1個は教育的効果、教育的機能、何がいいか何が悪いかを芸術が教える。でこれが1つ目で、2つ目はセラピー的な効果、治療的な効果がを持つ作品があるって言ってて、でこれはまあ泣けるとか笑ったとかそういうことですよね、うん、全米が泣いたとか、うん、泣けるんなら行こうみたいな、うん、泣いてこうすっきりするわけですよね。でもう一つが若干分かりにくいかもしれないんですけど、ロマンティック、でこれはなんか何ていうかな、ロマンティックってここで言ってるのはなんか色恋沙汰がどうのこうのっていう話も、まあ、部分的には含むんですけど、基本的にはそうじゃなくって、もっと狭い意味でロマン主義的なってことですね。19世紀にヨーロッパで起こったような芸術の潮流ですけど、要するに天才信仰ですね。ピカソは天才、マティスは天才、ベートーベンは天才、レオナルド・ダ・ヴィンチは天才、常人が決して持つことのできないある意味でも超能力的、超自然的な直感みたいなものを持ってる人がいて、でその人が作品を作って、凡人には理解することのできない世界の姿とか自然の在り方とかを示してくれるっていう考え方、これもまあ未だに結構ありますよね。あの人天才だみたいな。でこれ3つ結構未だにこう古代から連綿と続いてる、まあ、ロマンティックなものに関しては割と近代以降かもしれないけど、ここ少なくとも数百年間ずっと続いてきた芸術の3つの機能なんですね。でバディウ自身は4つ目を考えなきゃいけないんじゃないかっていうふうに言ってるんですね。っていうのはこの3つとも基本的にはあんまりいい効果をもたらさなくなってきちゃってる。芸術によって人に善悪を教えるのもなんか古代ギリシャのギリシャ悲劇だったらうまくいったかもしれないけど、今それをやるのはなみたいな。っていうのはまあ芸術が産業構造とか
国家権力とかそういうものとも密接に結びついちゃってるから一瞬でイデオロギー的なものになると、うん、でまあ治癒的なものもまあある意味そうですよね。なんか泣けるんだったらいいんだみたいな、猫は可愛かったら何でもいいんでしょみたいな、なんかそういうことになってしまうと。で、あの天才信仰みたいなものもあの一番こう国家に的なものに対してすごくあの使われやすいもので、例えばナチスドイツはあのワーグナーとかあのをあのある種の天才の象徴としてあの祭り上げた上で、あの国家的なあの国民の統一っていうのを図ったわけですね、うん、そのワーグナー的なあの音楽のもとにみんながこう結集するみたいな話になっちゃうわけですよね。だからあのこの3つはあんまりうまくいかなさそうだと、今後だから4つ目を考えなきゃいけないって言ってて、今日話したのはなんかなんとかその4つ目っぽいものを考えようっていうこと、うん、今日話したのは全然教育的でもないし治癒的でもないしロマンティックでもない、なんか無限の天なんかあの計り知れない直感を持った天才とかっていうのは別に想定しなくても成り立つ話なので、なんか絶対に言語化できない芸術の素晴らしさってたくさんあると思ってて、うん、こう日本語でも英語でもないなんかこう芸術が持つ言語みたいなものが、うん、もっとなんかこうプラスの意味でもっともっと波及すると、うん、なんかすごくこう芸術がもっとこう身近なところに降りてくるような気がしていて、なんか今やっぱり崇高なものという感じがまだまだあって、美術館に行くっていうとなんかおしゃれねみたいな感じがあるけど、なんかもっとみんなの第二言語みたいな、芸術が分かることがなんかこうバイリンガルみたいなくらいの状態の身近なものになればいいなと思って、私は今の答えとしては4番は言語っていうふうになるといいなっていうことを思ったという発表でした。はい、ありがとうございます。面白いですね。多分歴史的に見て言語としての役割を最も期待された芸術は映画だと思いますね、うん、特にサイレント期の映画、音がなかった時の映画は、うん、あの言語がない、あの普通の意味での言葉がないだけに、あらゆる人類が見て理解できる物語を作ることができるメディアとして考えられたんですね。だからある種ある意味純粋言語っていうか、うん、その日本とか英語とかフランス語とかじゃない、本当に人類普遍の言語として映画っていうのは機能するんじゃないかって大真面目に考えた人がたくさんいたんですよね、うん、でもそうなんなかった。それはなんでかっていうのはなかなか難しい、あの一つの理由でこうだからこうだっていうふうに答えることはできないと思うけど、まあ一つにはまあ録音できちゃうようになったから、あの言葉が入ってきたから、そうなると言葉優位になってきて、で英語の映画は英語が理解する人しか基本が見ないしみたいな、字幕とかがない限りっていう話になっちゃったっていうのが、まあつまんないバージョンの説明ですよ。でなんか面白い理由付けの仕方があるとしたらどうなんだろうな、まあ、やっぱりその映画って何によって成り立ってるかっていうと、まあ人の身振りと、まあ、言葉を省いたとしてですけど、人の身振りとカメラの動きと、カメラをショットをどうやってつなぐかってことですよね。で、多分どのレベルにも文化っていうのがあるんですよ。あの人の体の動き方にも、多分100年前の日本人の座り方とか歩き方とかってフランス人とかあのイギリス人から見たらかなり奇妙なものだったと思いますよ。あるいは世界をどういうふうに近くするかっていうのがショットをどう切り取るかとか、ショットをどうつなぐかってことに関わってくるわけだから、それは多分同じ人間だからといって純粋にその生物学的にこうやってつながってるショットは人間にとって見やすいとかっていうのがなかったから、多分映画は言語になり得なかった。最近あのバナキュラーっていう言葉を新しく知ったんですけれど、あの戦時中にあのアメリカで日本の人たちがこう隔離されましたよね。そういう日系の移民の人たちが、はい、そういうところで日本のあのものを懐かしいんで何かを作るって言った時に、そこにあるものでそれを自分の知っている記憶のものを作り上げていくっていうようなことを、それは多分癒しだったのかもしれないんですけれども、そういうことを皆さんされていて、そういう何て言うの、無っていうか、あの期待しない自分の楽しみっていうか、その
ての喜びというか、うん、そういうことのそのバナキュラっていうような、うん、それは4番目にも入るかななんて今ちょっと思ったんですけど、あの面白いと思いますっていうのは、まあ、なんか僕ばっか喋ってるな、なんかない、さっきおっしゃられたことに対してコメントとか。多分バナキュラーであってもなくても、うん、同じことが起きるというか、多分それはさっきの3つの中の文化に分類されていくのかなっていう気がしていて、うんうん、で私は今日の話で生成変化というか、知覚し合えるものの生成変化が一番興奮したから、4番目はそれであってほしいなってちょっと思うんですけれども、なんか一番ちょっと広告を作ることにも関わった面があって、結局広告って基地のイメージというか、みんなが知っていて共有しているものの交換とか、強化でしかなくて、自分にとってはものすごいストレスを解決するんですよね。今日話したことの皆さんの会話の中でも、多分自分がもうすでに持っていることとか知っていることに結びつけたら引っ張ってきて安心することで、それが素敵なことだなって思うこともたくさんあったのかなと思って、でそれはよくすごくよくわかるし、自分はそれを操作してた身からすると、そういうことは人間は起きるなと思うんですけど、自分でもまだちょっとよく分かってない、その消える、知覚して消えるとかいうのがまだよく分からないし、かつでもなんかちょっと体験したこともあるような気がして、それが一番興奮するし、なんかいろんなことから解放されてる感じがするから、4番目はそれになってほしいなっていう気がする。バラキュラもきっとその感じるときに、視覚支援のものに生成変化が起きるとか、それが自分の中の知っているワードとかイメージと結びつけるかで、なんか違うのかな。なんか僕知覚っていうのはすごい面白いと思ってて、リンゴの皮を剥くときとか、リンゴが回ってんのか世界が回ってんのかよくわかんないとかってあるんですよね。あるいはなんかもっとわかりやすい例で、マリオカートをしてるときに、まあ、マリオカートじゃなくてもレーシングゲームだったら何でもいいですけど、そんなことしても意味ないのに体がこうなっちゃうとかそれ絶対あると思うんですよね。それなんでかっていうと、そこにいないのにマリオになっちゃってるんですよ。だってあるいはなんか僕サッカーやってたから、サッカーとかやってると、サッカーとか見てると自然になんか足がビクって動いたりするんですよ。だいぶ遠くでやってるのを見ても、だから自分の体があって、それが届く範囲に知覚があるんじゃなくって、知覚があってから体ができてくるわけですよね。でそれは僕別に人間とかそういうレベルの話じゃなくって、生物そのものがそうだと思ってて、例えば人間の目、まさに僕の目がスクリーンになるときっていう本はそういう話をしてるんですけど、目っていうものがどうやってできたかっていうと、最初は目は持ってなかったわけですよね、昔の生物は。でその目を持ってない生物の皮膚の上にちょっとだけ色の違う部分ができる、ほくろみたいな黒いところとか。でほくろみたいな黒いところは他の白いところと比べると受け取る光の刺激の量が違うわけですよね。でその違うっていうことを、から始まってるわけですね、目っていう器官は。でほくろがだんだん光の刺激を集めるために特化していって目になったって考えると分かりやすいと思うんですけど、最初はだからすごくぼんやり、それこそイカみたいに明るい暗いっていうものを識別するような組織でしかなかったんだけど、だんだん物の形とかその物との距離とかっていうのが、分かるようになったけど、目っていうものの根っこにあるのは光が当たってるってことなんですよ。だから何か外から自分に当たってきてる、でそのことが自分の体を作るわけですよね。だから届きも しないところに手を伸ばすようにして僕たちの体は多分できてるんですよね。目とか耳とか鼻とか全部、なんかそういうものとして考えてるから、その知覚によって変化するとか知覚によって消えるとかっていうのは、自分が出会うものによって自分の在り方が変わってしまうことで、変わっていく過程でその、自分が出会ったものにある意味では似ていくし近づいていくし、で近づいていけば近づいていくほど消えていくしっていうことで考えてますね。